3戦3勝としています。先場所ともに11勝4敗で優勝決定戦、十両の優勝決定戦に出ましたが、この2人の顔合わせは本割でも決定戦でもなく、魁聖の方が結果的にその優勝決定戦を勝ち抜いて先場所十両優勝を飾っています。高安は十両2場所目ということになりました。十両最後の一番、十両東の筆頭に上がってきて連敗となっているここまでの魁聖。高安は1勝1敗、十両2場所目にして十両東の3枚目、待ったなしの声です。どっしり構える魁聖、動きの高安、押せ押せ、前回し、よし、寄り切り、高安の勝ち。動きがこの人は速いですし、何でもやりますね。そうですね、まあ、あの押しと突きも効いてますよね、はい。左の前回しと右からのこう突き回しもね、ありましたしね。これで高安2勝1敗、魁聖は十両の筆頭に上がってきたんですが3連敗。前回しも引いていましたが、右からの押し離し、決まり手押し出しを取っています。これから幕の内の土俵入りです。ここまでの解説は元幕の内北勝時の勝野浦親方でした。どうもありがとうございました。